あれって勝利先生のおっしゃる通りです。いただいたご意見は肝に銘じ、次の公演に役立てたいと思います。雲錦殿は実に謙虚であられる。人の意見をこれほどまでに素直に聞き入れるとは、劇の質が上がり続けるのもうなずける。いえ、まだまだ未熟者です。それに時には意見を聞き入れないほど意固地になることもあります。勝利先生のように見識の深い方だからこそ、私も腑に落ちるのです。勝利、帰ったぞ。ん？おや、お知り合いだったのですか。おう、よく知ってるぜ。勝利先生のような博識でつつましい方と知り合える機会は誰にでもあるものではありません。旅人さん、あなたは実に人受けのいい方のようですね。お褒めいただき感謝する。一介の凡人に過ぎない俺が旅人に出会えたのは実に光栄なことだ。よく言うぜ。お二方は何か話があるのですよね。私がいては無粋というもの。ちょうどこのあと深淵さんとの約束がありますので、私はこれで。ではごゆっくりどうぞ。ああ、おう、またな。では二人とも何か収穫は。それらの意見、お前はどう思った。そうそう、来る途中にもう考えておいたんだ。オイラたちの目標は分かりやすくて簡単な物語で国勢を説得すること。そうだったよな。だったら食べることをお題にすればいいと思うぞ。ほら、美味しいものが嫌いなやつはいないだろう。誰だって食に対しては自分の考えがある。きっとうまくいくと思うぜ。ふふん、今回は自信があるんだ。例えばリーユエにすごく腕のいい料理人がいて、リーユエにすっごい大きな酒楼を開くんだ。そこには毎日たくさんのお客さんが来る。だからその料理人も毎日とっても忙しくしてるんだ。それでそれで、この後はどうしよう。それだ。でもなんでだ。さっき料理がうまいって言ったばかりなのに。結果を急いで述べる必要はない。料理人のことをもっと詳しく描写してみるのはどうだ。料理人のこと、どんなことでもいいのか。ああ、心を語るにはそのものを知る必要がある。まずはお前の言うその人物を知ることから始めるといい。オイラそこまで考えてなかったぜ。やるな勝利。他者の考えを数多く聞いてきたのだろう。ならばそれを物語に取り入れてみるといい。さすれば根拠が増し説得力も上がる。おう、じゃあそうだな、龍雲釈放神君はなんて言ってたっけ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。特徴をよく捉えているな。そうか、オイラ思い出したんだ。確か仕掛け作りのために神職をおろそかにして成果を検証する時間がなくなっちゃったら、自分の作った料理を食べない料理人と同じになるからきっと問題が起こるって言ってたぞ。本末転倒になるのは決して良くないことだ。そうそう、龍雲釈放神君もそう言ってたぜ。じゃあ物語の料理人もうまい料理を作るけど自分では食べない設定にしよう。自身の作った料理を食さないのにはきっと理由があるのだろう。おう、
それは忙しいからだな。毎日お客さんを接待して注文を受けて、それから厨房で料理をする。それだけでも大変なのに、その上毎日朝から晩まで休む時間もご飯を食べる時間もないんだ。物語は誇張した方がいいだろ。こうドカーンって花火みたいに。料理人は愛着のある仕事を仲間に任せることに抵抗があったのだろう。そして自身の技術を過信しすぎたがゆえに、全てを自分一人で行っていた。すっごく苦労しそうな人生だな。あ、そうそう、その料理人はそれを分かってなかったんだ。それともう一つ重要な言葉が、なんだったっけ。あ、思い出した。休息はより良い仕事のために、エイヒが言ってた。料理人はどんどん忙しくなって、背中も曲がり、目の下にも濃いクマができていた。お客さんも店をしばらく閉めて休むように説得したけど、料理人は全く聞き入れなかった。霧の中、視界を遮られるのと同じように、目の前の雑務だけに目を向けていると、遠くにある高き山さえも見えなくなってしまう。その後、料理人の心はますます疲れていき、料理の味も衰えていった。お客さんも料理人を説得できず、美味しいものも食べられなくなり、だんだん店に来ることをやめた。休息というのは昔から重要なことだった。人生において確かに休むのが難しいことも多々ある。だが無理やり何かを行うことはやはり得策ではない。簡単な物語だが、それの意味するところは実に深い。聞き手が思慮のあるものならば、その中に秘められた真髄を理解するだろう。どういうことだ？オイラの物語が良かったってことか。誠実は人の心を開かせ、忠言は誤った道に気づかせる。実に良いものだ。賢明な幽変であれば、きっとお前たちの言いたい言葉を理解できるだろう。本当か？やったぜ。先の事件が一段落し、彼女もきっと疲れを感じているはずだ。この機会に声をかけてみるといい。お前たち二人ならきっと成功する。イヒヒ、勝利は口がうまいな。お前からそう言われるとすごく安心できるぜ。じゃあ国政のところに行こう。今回の事件はひとまず収束したけど、気を緩めてはダメよ。今後このような事件を発生させないためにも、警察層付近の見回りを強化し、他の花火の設置場所にも人員を合理的に配置する必要があるわ。は、国政様。そうだ、前に仙岩郡の見回り経路を増やすと総務士が言っていたけど、その件はどうなったの？すでに手配しています。しかし様々な理由から未だ城内にいくつか行き届いていない場所がありまして。新しい見回り図はできてるのかしら。私にも一つちょうだい。時間があるときに見るから。かしこまりました。見回り図はまだ作成中ですので、今しばらくお待ちください。そう、それと国政様、ご友人がいらしたようです。国政、まだ忙しいのか？花火は見に行かないのか？あら、約束は軍玉閣だったはずだけど、どうしてここに？
オイラたち、お前の言う通り城内を回ったんだ。景色がすごく綺麗だったぜ。お前もいたらよかったのに。まだやることがあるのか？些細な事務よ。別に急を要することじゃないわ。ただもともとこれらのことは早々に処理しようと。どのようなことでも私たちにお任せください。国政様はずっとお忙しかったのですから、そろそろお休みになられてはいかがでしょうか。私の予想では旅人さんは国政様に休むよう伝えるため来たのですよね。すごく大切なことなんだ。今すぐお前に伝えなきゃいけないくらいな。そうなの。じゃあ慶長、ここは任せたわ。かしこまりました。旅人パイモン、話なら軍玉閣に行きましょう。あそこは景色が良くて人も少ないから会話するのにぴったりよ。うん、ここでいいわね。話したいことって何？おう、この美しい景色と一緒にお前に聞かせたい物語があるんだ。いいか？いいわよ、しかと聞かせてもらうわ。オイラたち、さっきテイワットで大変なことが起きてるって話を耳にしたんだ。すっごい料理人が厄介な問題に遭遇してるって。ん？リーユへの料理人かしら？瑠璃邸の人？それとも新月剣？そう、モンドの料理人、すごい美味しい料理を作るんだ。その人は城門近くで店を開いてて、料理の腕もすごくいいし、早くて美味しい料理を作れるからお客さんもどんどん増えていったんだ。隣の花屋の店員はそんな忙しい彼を見て、そろそろ人を増やした方がいいって言ったんだけど、料理人はその言葉に耳を傾けなかったんだ。この良質な食材を素晴らしい料理にできるのは自分しかいない、他の人では助けにならない、彼はそう言ってた。いい料理を作るには自信を持つ必要があるわ。彼はいい料理人のようね。彼の周りの人もそう思ってたんだけど、それから半年後店には誰も来なくなったんだ。ん？驚いただろう？理由を聞きたいか？忙しすぎて病気になったとか？ブッブー、不正解。答えはお前から言ってやれ。正解！料理人は頑固なせいでそうなっちゃったんだ。彼は忙しすぎて毎日料理を美味しく作ることやお客さんをもてなすことだけを考えてた。でも自分も同じように食事や睡眠を取らなきゃいけないただの人間だってことを忘れてたんだ。そいつは食事をする間もないくらい忙しくて、自分の作った美味しい料理を食べる暇もなかった。眠くなっても人に頼ることなく、自分にしかこの世で一番美味しい料理を作ることはできないって固くなに思ってた。その後人々は彼を説得できないと諦め、そいつから離れていったんだ。それで本来の料理の味を忘れちゃったそいつ自身も腕が落ちていった。そして結局店は潰れちゃったんだ。なるほど。過度な自信はかえって人を失望させる。そして物事を急いでやるとかえって立場を失うということね。それで物語はこれでおしまい？おい、
もう続きはないな。え、いい物語が作れたって言ってただろう。作れた？だ、いや、これは違くて、その、おいらたちはただ…うん、なんていうか、実にシンプルで気になるような続きもない物語だったけど、何事も行動する前に己の限度を知り最善を尽くす。私も当然その道理を頭では分かっているけれど、自分のこととなると時折それを見失ってしまうのよね。ええ、高い山を登ると山々の間にある雲が見え、船に乗ると海の上にある霧が見える。だからこそ時々自分がどこにいるのかを確認し、霧を払い本心を見極めなければならない。じゃあ今の国政の本心は何なんだ？私の本心、私の本心は時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。その機会に城内を巡って会うべき人に会ったり見るべき花火を見たりしたいわ。思い返すと昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人はみんな3ヶ月と持たずに辞めていた。君の言う通り、程合いは非常に重要ね。でも私もちゃんと進歩しているのよ。それはわかるでしょ。それに君とパイモンとも約束したわよね。一緒に今年の花火大会を見る約束。だからこの良き回答祭を祝して、旅人パイモン、君たちと一緒にいられてとても嬉しいわ。今回の花火大会の責任者は私で、私も自分のできる最善の努力を尽くしてきた。何があっても君たちに今回の盛大な行事を楽しんでもらいたいの。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める、とても幸せなことね。回答祭を祝して。回答祭を祝して。それとありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて、動かないでね。ああ、重要なことみたいだな。専属したペアが作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の回答祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。おしゃれた服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。
それはいいな。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗シャイ、怪盗シャイを祝して。怪盗シャイを祝して。どう？今年の花火は綺麗だったかしら？私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみて。なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。君を連れて街を回って今回の怪盗祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。